中日中田翔内野手が退任を公表した立浪和義監督への言葉を口にした。腰痛からの復帰へ向け20日ウエスタンリーグのオリックス戦に6番一塁でスタメン出場。2打数無安打1四球に終わった。今季攻撃力増の切り札として入団した中田選手だったが、腰痛などに苦しみ、今季は62試合4本塁打21打点。中田は、僕個人としては本当に申し訳ない気持ちは強い、力になれなかったとチームに貢献できていない現状を悔やんだ。続けてチーム全体として監督に背負い込ませすぎてしまった、いろんなことを思っての決断だったと思うとユニフォームを脱ぐ指揮官を思い合った。中田は入団当初から立浪監督をと言っていたからな。中田に関しては100試合出れたらいいなくらいだったけど、思ったほど出れなかった。大いに責任を感じてほしい。なんてったって2年6億なんだから。次期監督はこの人に鈴つける役もあるのか。やっぱ戸様大物ベテランはいろいろ大変だね。来年からだし5段と動かないよ。もう一花咲かせてほしいが、野球ができる体なのか。来年は平等にレギュラーを争わないといけない。中田選手本人が一番歯がゆい思いをしているはず。来季はやっぱり中田獲得してよかったなと思うような活躍をしてほしい。とにかく怪我が多く、シーズン通してフルで出られない、これが確実だから戦力として計算できない。本当に戦力にならなかったのは否めない。4番打者でせめて20本くらい打っていればね。中日ファンだって中田にヘイトは向けたくなかっただろうな。でも2軍で成績残してて、これまで一緒に戦ってきたビシエドが幽閉、片柳安の成績も残してない戸様が昇格じゃヘイトもたまる。中田を獲得したのは間違いじゃないと思うけど、金額だよね。安ければ中日に来なかった可能性あるけど、高すぎるから批判も多くなる。来シーズンは中田の出番はますます減るだろうな。石川、福永のどちらかが何らかの事情でスタメンから外れない限りは。